ただいま。まず最初に赤ちゃんが生まれました。イエーイ。今ここにはいないんだけどね、下にいる。で、寝てる間のその数十分でちょっと話したいことがいっぱいあるからみんなに報告します。生まれるまでのこの間、応援メッセージとかたくさんもらってすっごい励みになったし、無事に生まれることができて、とっても嬉しい。なのでいっぱい応援メッセージとか画像とかいろいろ作ってくれたり、 YouTube とか Instagram とかもういろんなところでコメントくれた人たち、本当にありがとうございました。頑張って産むことができました。返事とかね、返せてないけど、でも本当に心からね、嬉しいし、ありがたい。でもしかもちゃんと読んでるの。そう、全部読んでる。そう、 DM もちゃんと読んでるんだけど、ちゃんとみんなに一つ一人一人返せなくてごめんなさい。じゃあ生まれてくるまでの話を少し詳しくみんなに話したいと思います。じゃあささっとね、いい？いつだっけ、検診があった日があって、その時になかなか生まれてこなそうだったから、2月の15日に入院しましょうっていう風になってた。で、それで点滴を打って、あ、赤ちゃんが生まれやすくなるように陣痛を起こす点滴を打って入院しましょうってなってて、でそれがすっごく嫌だなって思って毎日毎日超不安だったんだけど、お散歩とかスクワットとかいろいろすれば出てきやすくなるっていろいろネットで調べたから、生まれてくる前の日に夜にお散歩するプランを考えたんだよね、予定を。そうで、その日は朝からもう起きていろいろ駅まで歩いたりして、プランを考えてたの。でもそれが2月9日で、夜中の2時ぐらいになんかお腹ちょっと痛いなって思ったのね、まだ。だけどそのまま寝て、朝7時44分に、あ、これが陣痛なのかなっていう、なんかじわじわって痛い感じがあって、まだ余裕だったね。そう、全然余裕、もう本当にちょっとお腹痛いってぐらい。で、それがだんだん7時44分から7時48分、56分、8時1分でどん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 来て、で、iPhone のメモに記録してて、早いうちに病院にちょっと相談してみようと思って電話かけたら、今からじゃあ来てくださいって言われて、やっと生まれるんだと思って、で、すっごいワクワクしてたのね。で、そのまま本当に必要なものをこれ大丈夫かなみたいな感じでバッグにいろいろ詰めたり着替えたりして、まあそのプランはなくなっちゃったんだけど、病院に向かったので、着いたのが10時近くぐらい、朝の10時ぐらいに入院して、最初全然余裕で陣痛室に入ったんだけど、もう普通にヘラヘラ笑ってたし、つむつむやってるね。そうだ、なんか腰とか痛くなったり、やっぱりお腹が定期的に痛くなったりするけど、スナップチャップとかで遊んだりつむつむしたりとか、あとおにぎり、おにぎりだっけ、なんか食べたよね、まだ、なんかご飯も食べたりしてた。で、ママとおばあちゃんが来てくれて、そう、なんかいろいろ話したり、もうその時は全然平気だったんだけど、どんくらいからだろう、どんくらい、あ、入院したばっかりの時は子宮が3センチ開いてた。で、このまま順調にいけば生まれますねみたいな感じで、で、それが5センチから8センチになって、そうね、3センチか5センチの間ももう何時間か、5時間ぐらい、わかんない、もう時間私全然見えてない。そう、本当に長くて、で、めっちゃ時間かかったのにまだ5センチしか空いてないっていう反応だったの、看護師さんか。そう、それでその次8センチ、8センチの時ももうほんと産むギリギリまで、だそっからまた5時間ぐらい、そう、8センチまで時間かかってた。でそれ自分で気づいてなかったの。ないし、時間のスピード、なんかその1日私的にはもうすごく短く感じたの。なのにあれ朝来たのにもう夕方なんだって。それで8センチになっ
ったぐらいから分娩室、うん、分娩室に入ったのね。でそれで時計見た時が8時になるかならなかったぐらいの時、夜のね。そうだから結局それまで陣痛室にいたってことだ。 それまで5分とか2分とか、うん、刻みに陣痛ずっと来てた。そうでジョンがずっとメモで書いてくれてた。でもうその時にはもう普通に私もあー痛いみたいな、もうあーもう喋りかけないでって思ったし、おばあちゃんとママがいたっていたんだけど、その話し声すらすっごいなんかもう喋んないでっていう感じだった。で8センチになって分娩室に入って、2時間経っても赤ちゃん降りてくる産道が出来上がる、なんて言うの、なんて言うの、まあ、出てくる準備がまだできてない。そう点滴打って出しやすくしてくれるような点滴を打ってもらったんだけど、それでも2時間まだだねって。若干なんかね助産師さんもね怒り気味でね私もさそんなことを言われてもって感じなんだけど、本当に長くてもうちょっと頑張ってみたいな感じで言われてね。だってもうまだ最後の方も意識がもう朦朧としててちょっとかわいそうだなってずっと思いながらも、そうそう、なんか息の仕方がねとっても難しかったの。そうもうだって寝そうになってたもんね。うんうんうん、で歯がだんだんちっちゃくなってって寝そうになってるから起きて起きてっつって、ああごめんみたいな。そうなんかね、疲れすぎてね、あんまり覚えてないんだけど、とりあえず息ができない、うん、その陣痛が来ると痛くてはーってなんかもう止めたくなっちゃう。でも止めちゃうと赤ちゃんにもう息酸素いかないからって言われて、あとすっごい言われて、あー頑張んなきゃって思ったのは、真っ暗の中で出口探してるんだよって赤ちゃんがね、そう言われたの。それをもう聞いた時に、あ早く出してあげようって思って、そうちゃんと呼吸ができなくて手がしびれてきた、酸素吸ってばっかでマロが手しびれちゃってね。そうあれ酸素吸ってばっかだから、うん、そう、それでなんかもうそれでもうなんか助産師さんにすごい怒られた感じがしたのね私的には。で一回助産師さんにもう助けてくださいって言ったのそしたらダメだよみたいな、二人で頑張りなさいって、ここで、で、あー分かったって思ってジョンずっと手握ってくれてて、ここにいてくれたんだけど、そうジョンのね、目をねずっと見てたの、なぜか分かんないけどずっと、まだそうするとすっごい楽になったの、超ずっと見てた、多分ずっと見てたよね、ずっと見られてたすごい顔見せた。だけど他の場所見るともうなんかホン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 ってしちゃう、なんかもうどっか行っちゃいそうになっちゃう。だからとりあえずジョンの顔をずっと見て、で頑張って息してって、もうすごいね教え方が超うまかったのジョンが。だからその通りにやったの。なんか助産師さんが言う教え方だとまだパニックになっちゃってダメで、ちょっとね下手だったの教え方。そうだね、助産師さんなんか焦っちゃう言い方してて、うん、そうそう、で俺がそれを焦らないように言い直してマナにずっと言い聞かせてた。そうで、なんか多分ジョンは陣痛が来るなんかあれ分かったのかな、もうすぐ来るよみたいな感じで教えてくれたりしてたのね私に。分かってたの、あれはなんか噛み出てた時に、ああそう、感覚がどんどん短くなっていくから、それは助産師さんがこれ短くなっていくと、あ強くて短いと生まれ、もうすぐ生まれるよって言われて、もうすぐ来るよとか、あとはなんか今のすごい良かったよとか、陣痛の間のその息の仕方とか教えてくれて、でもあんまり意識ない、わかんない、うん、し途中でもう全然なんかダメで、もう本当にやめたいって思った。でもやめられないのにやめたいって思った、すごくもうずっともうやだって言ってうん、あもうなんで私なんでこんなにできないのって超すっごい思っちゃったけど、多分あそこでめっちゃ自分のこと責めてたらもう本当にダメだったと思う、うん、そうそうそう、それでねもう本当に子宮全部開いて、でじゃあもう本格的に産むやつ、産む体勢に入ったのね、うん、足ガッガッて使おう、なんか巻かれて、あもう産まれるんだねって思ってなんか意識変だったけど、先生がいろいろ準備したりするから、うん、産まれるんだって思って、でも頭見えてるよって言われたの、髪の毛がもう、そうそれで本当にって思って、だけどあのなんだっけ、私が一回はい吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いてって言ったらやってねとか言われたんだけど、
全然意味わかんなかったの、まだ、え、何言ってんのって思った。なんかとっさに理解できなくて、うん、でもまあとりあえず一回やってみようと思ってやったけど、全然ダメだよみたいな、なんかこれじゃ力が足りないって言われて、それ2回ぐらい返したけどダメだったのかな、ダメで、そしたらね、男の先生がタッタッタってきて、切りますよって。そう、あーもう切るのって思った。その前にね、前日に YouTube とか出産のなんか無加工、うん、加工されてない黒人の人のやつがあって、で、そう、その子供逆子だっけ、逆子だったんだけど、その医者の人が簡単にシャキって、そう、なんか変なのを無駄に見ちゃったの、マナが切って、めっちゃ、うわこれ絶対嫌だねみたいな話してたら、まさかの、じゃあ切りますよって言われて、まあ多分、産んだ、出産した人はほとんどの人が切ったことあると思うんだけど、まあなんかちゃんと、もうちゃんと待って綺麗になってる人は切らないで。うん、大丈夫。カメラチェンジ。ちょっと電池が切れちゃったから。そう、それで稀に切らないでも産める人はいるんだけど、まあほとんどの人は切るの。それは知ってたんだけど。でもその稀になりたかったわけ、私は。で、切りますねって言って、最初麻酔するだけなのに、痛いですか？って私。超確認した。そう、別にまだ切らないのよ、麻酔、いや麻酔ですよ麻酔ですよってずっと言ってんのに、やだやだってずっと言ってて、いやまだ大丈夫で麻酔だからって、でやっと、あ、うんって感じで、もうしょうがないなと思って、うん、なんかさ、陣痛なってるから痛くないよとか言われたけど、私陣痛のない時に多分それやられてるから、でも本当に分かんなかった、いつ切ったのかは。うん、チクってはしたと思う、その麻酔で、うん、だからいつ切られたのか分かんない。そうで、よかったね、うん、それで切ったらもうしょうがないなって、なんかすごい気にしちゃったのね、避けたりすることを、うん、でももう切られてもういいやと思って、めっちゃ頑張って踏ん張ったの。そう、それで2回、3回踏ん張ったぐらいかな、したら、あ、頭が出てきて、ニュルルルって感じ、感覚的には。なんか聞きたくない人はもう嫌だと思うけど、そう、スッて出た。いや、そんな感じだったの。感覚的には頭を出る時まではすっごい力が必要だったけど、確かに頭出てから、体からもうここからはフフフフみたいな感じで出た感じ、うん、で11時7分、2月10日の11時7分に3815g の男の子が出ました。イエーイ、生まれてくれたの。ほぼ11日だよね。そう、11時7分って。そう、あ、そう、予定日がみんな知ってると思うけど、2月11日だったの、うん、でも1日前の11時7分に生まれてきてくれた。で、聞いて多分びっくりしてると思う子もいるけど、3815って結構大きい方なのね、うん、で、助産師さんが、あ、こんなに大きかったから産むの大変だったのねって言われて、もうあんなに怒られたの、まださはぁとか思ったもん。だってさ、うん、その前のその前の検診の時さ、3200?100? あー、そうそう、3000ちょっとでね、そう、全然ちっちゃいのにもう生まれてくんだと思って、で、実際測ったら3800で全然違うんで。ただ私的にはすごい大きな子、大きくて元気な子を産みたいっていう願いがずっとあったよね。まだいつも日記帳、日記書いてるんだけど、そこに毎日元気な男の子が生まれてくればもうそれだけでいいですって書いてたの。だからもう本当にそれは嬉しかったし、そう、よかった、全然大きくて悪いことはないしさ、うん、なんかね、あ、もうなんかさ、うん、初めての感覚だったよね、生まれてきた。もちろんそうだけどね、なんか私は、あ、生まれたって感じと、痛みは本当に本当に本当にスッって消えたの、本当にスッって消えたの、びっくりした。で、あと自分のお母さんの偉大さを知った、うん、なんか
あ、すごいなって思った。ママってすごいと思った。確かに、うん、まあ男はまだわかんないけど。いやでもね、感じれないから多分。でもそばにジョンがいなかったら絶対に産めなかったと思う。てか助産師さんのあれって結構大きいよ。うん、教え方。しかも俺たちの病院は本当は立ち会いができない病院だった。そう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 。だけど俺がマナが検診、うん、行く日だけ仕事休んで毎日、そう、まあ、毎回ね、ほぼ毎日行ってたから、それでそのそうパパがそんなが、ね、頑張ってくれてんだったら立ち会いしていいよってそう特別に言ってくれて、そうもうびっくりだね。だって俺も立ち会いできないと思ってね、うん、もうマジかって感じだったけどそれ聞いた時びっくりした。そう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 、そうだからなんか嬉しかったな。うん、もうボロ泣きだよ。生まれてきて生まれてくる前からもう、そうどこら辺で泣いてたのかは全然わかんないけど、だから助産師さんが、うん、あ、もう頭出てきたよっていう時に、うん、ってなって、でも実際にこうやってねポンって出てきた時にどんな気持ち。でもなんかね、今まではなんていうの、妊娠した時はあ、これから働かないといけないのかっていう、仕事がもう嫌だなって感じだったの。まだね、しかもなんかあんまりね、なんて言ったらいいんだろう、実感がそんなになかったの。なんかね、親になったのはわかるけど、なんかね、いまいち親になったっていう感じなかったよね。うん、なんかね、子供は全然嫌いとかじゃないし、もちろんすごい好きだし、胎動とかあるたんびに2人でキャッキャッキャしてたけど、なんて言うんだろう、分かんなかった。いまいちの実感がなくて。そう、でも実際に生まれてきた時、今まで仕事嫌だなと思ってたけど、守ろうっていう気持ちかな。そうそうそう、なんて言ったらいいんだろう、この子を絶対に大事に育てようっていう、そうって気持ちになったので、その後マナが入院してる間、俺はちょっとだけあの退院するまで仕事行けるから、そこの間だけ仕事入れて、あ、そう、ね、で行ってたんだけど、待ち受けをね、子供赤ちゃんの待ち受けにしてたの。でこれ仕事のさ、ちょっと暇の時に携帯いるとさ、そこにいるじゃん、もう一気にやる気出るよ。あ、そっか、そう、あ、頑張ろうってなる。あ、そうだ、それね、めっちゃなんかね、なんつったらいいんだろう、あんまりさ、待ち受けとかもさ、変えない人なの。うん、要は変えない、絶対に変えないの、全然。でも本当に変えない、画像を何も、うん、でももう速攻書いてた。しかもめっちゃ親バカ。やばい。なんか、マナが入院してる1週間の間は仕事行く予定だったんだけど、あ、どうしようかなみたいな、もう休みたいみたいな。そうだから仕事行きたくないってよりかは、ずっとそばに一緒にいて、こうやってしてたいと思って、うん、行きたくなかった。でまだ何回かね入院してるんだけど、出産するまでに。でもちろんその間、9日間入院した時があったのね。でその時も面会時間の8時から9時の間毎日来てくれてたの。だけど、あ、名前言ってないか。何？名前言ってないじゃん、まだ生まれてからの、うん、あ、ま、だけど赤ちゃんが生まれた1週間もう毎日来てくれてて、それはもう来てくれるだろうなっていうのはあったけど、だからでもね、前のね人とか隣の人とか同じ部屋の人の旦那さんは15分ぐらいしかね、やっぱりいられない人がほとんど、それが普通なんだと思うけど、ずっと一緒にいてくれるの。9時までね、明日仕事でも関係ない、もう9時までずっとぼーっとして、ほんとぼーっとしてるだけなんだけど、一番私は多分楽に病院で過ごせた人です。まあ、損壊周りの人たちうるせえなと思ってたのね。うん、そうかな。まあ、一応静かに喋ってたけど、そう、周りの子たちめっちゃ泣くけど、そう、泣かない。自分の子はなんて本当にミルクとおむつ
の時以外はもう 目開けてもぼーっとって感じでずっと周り見てる。泣かない。そうそう泣かないの。今もいるけどもう全然ね本当にね、おっぱいとおむつ以外はもう泣かないで、うん、たまにもうへーってちょっと笑ってる、うん、超かわいい。一応あの出産してからのビログは撮ってあるから、この動画がアップした後にもう今編集してあるから、その時の様子とかはそっちのがよくわかると思う、ね、そう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 、よく笑うし、生まれた時の分娩室の時も動画撮っていいって言われたから撮ってるし。あーそうでね、あ泣いてる、下で今泣いてるちょっとご飯もうおっぱいの時間だ。え、じゃあ名前いい？名前発表します。じゃあもう一緒に出てきてもらうのと同時に名前発表します。いい？いいよ、いきますよ笑っていいか、せーの、るいくんです。おめでとう。ほらちょっとは違う方向向いてるちょっと泣いてるけど、おっぱい欲しくて、あ眠いね、寝ちゃう。超パパっ子だよ。そう、るいって名前は実はもうずっと前から決めてた。そう、妊娠しても、もう最初の方だよね、うん、からね決めてた。で一応由来はその俺と俺の弟がでカトリックから取った、お父さんがカトリックでカトリックから取った名前 で、まあ、それなら自分の子もカトリックの名前がいいなと思って、そういろいろ調べてルイっていう名前にしました、はい、そう、うーんめっちゃあくびしてる今ご飯あげなきゃいけないんだけどね。そう、はい、家族3人になりました。イエーイ、デザインをまだファミリーベイビー、あーまだ歯がないよ。これからね成長をみんなにお届けして、で5月ぐらいにミートアップ考えてるし、元気だったらね、この子が順調に何も風邪とかひいてなかったら、その時みんなに会えたらいいなって思ってるね。ね、るい。かわいいね。おっぱい探してる。でも最近ね、るいをこのね、お腹の上に乗せて一緒に寝るのがね、趣味っていうか、よくやるんだけど、もう爆睡だよね、俺の上で寝ると。髪結んじゃう。そう、ほんとずっと寝てるよね。マナもそれでさっき2時間休憩しちゃった。そう、だからマナが休憩した時は俺のこのお腹にこうやっていつも寝てますよいしょ。ということでこれから3人で楽しく頑張っていこう。はい、ありがとうこちらこそ。髪の毛もね、やっぱ俺とマナ引き継いでくるくる、ね、くるくるだった。まだね、まだ生まれたばっかの時まだサラサラでちょいストレートだけど、これからどんどんクルクルになってくる。ちょっとパジャマだけどね今、うん、ほら見て、まあ今あんま顔見えないと思うけど、あの次の動画のビログの方だと、まあ飽きるほど顔映るから飽きるほど顔いっぱい映ってるし、うん、まあね、ツイッターでも載ってると思うけど、うん、もうね見てると思うみんな。でも YouTube だけの人もいるからさ、そう、みんなのおかげで元気に産めました。これからも応援お願いします。お願いします。ありがとう、本当にありがとうございました。はい、じゃあみんなにご報告でした。じゃあバイバイして、おっぱい探してながらバイバイってほら手あげてるはい、じゃあおっぱいあげます。じゃあね、ありがとう、バイバイ、次のまたビデオで会いましょう。会いましょう、じゃあね、ああ